皆さんこんばんは。こんばんは。今回はですね、じゃがいもとこのコストコで買ったソーセージを使って、はい、パーティーにぴったりなオーブン焼きを作っていきたいと思います。ということで早速もういきなり入っていいですか？あ、いいですよ。なんですけども、まずまあこの、はい、もう剥いちゃってるんですけども、はい、でこっちをね半分大体これくらいに切って、なんか実験を思い出す理科の。ここ全部切ってますね、はい、こちら沸騰したお湯なんですけども、はい、こちらにまあもうドーンよ。熱いからやけどに気をつけて、ね、この角度でいいのかな。こっちだったな、ごめん。まあまあでもまあまあとりあえずお湯でね、はい、こちら温めますと、はい、でそれにもう一緒に先ほどのソーセージ、うん、もう一緒にボイルします。はい、でもね、ここのソーセージは一緒に使う分はちょっと肉々しいソーセージの方がおすすめかな。なるほどね。おっと、これでもコストコじゃなくても一応普通のスーパーでも売ってるからね、このソーセージ。そう、ちょっと値段が高めなんだよね。そうそうそう、これも一緒にコストコの方がいいよね。ボイルしていきたいと思います。で今回今ボイルしてる間にもうこっちはやったんですけど、玉ねぎのみじん切り、はい、あとすりおろし玉ねぎ、うんうんうん、これにあとトマトと、はい、青唐辛子、青唐辛子と、あとはイタリアンパセリですね、はい、を調理していきたいと思うんですけれども、うん、まあ、このトマトは普通に、こっちもみじん切りというか角切りなんですけども、うん、普通に切っていきたいと思います。うまそう。トマト、トマト好きなんだよね。ここの嫌いな人もいるよね。ただ温めると好きっていう人の方が危ないので大丈夫。火を通せばいけるみたいな。おい、ちょっとトマトが動いた、ぬるっとしてる、ここの部分ね。でもね、なんか最近生でプチトマトは食べれるようになったんだよね。ただちょっと大きいトマトになるとまだきち。青臭いっていう人が多いよ ね。あとはなんかあの調理中にあれだけどなんかあの幼虫に見えるっていう、潰れた後中のね。そうそうそう、それで友達が嫌いってになっちゃったって言ってた。よしよし、まあ、食べてみたら美味しいからね。そう、まあ、あと俺も火を通すが好きだから、うん、よしよしよし。なんかでも、はい、トマトを角切りにすることってあんまないじゃん。ないね。特に和食とかだとほぼほぼないじゃん、うん、なんか洋食作ってるって感じだよね、うん、海外の料理だから。今回のは結構ね、なんだっけ、あのこの今回作るやつは、うん、あのブラジルとかだと結構メジャーなんだって。へえ、ブラジル料理なんだね。じゃあブラジル料理なのかな、わかんないけど。ブラジルでメジャーなのにブラジル料理じゃなかったらどこの料理なの？ブラジル料理って何なんだろう。シラスコ、あのなんか俺のイメージだけど、もうそうだね、なんかお肉って感じ、なんかでっかいお肉を、ね、あとケバブ。ケバブはトルコでないの？トルコだね、ごめん。ケバブ好きだから。ケバブうまいよね。うまいよね。まあまあ、まあ、あの機械が欲しいもん。欲しいね、あれ。いずれいずれいつかゲットしようよ。はい、でまあこんな感じでトマトは千切りにしておきます。千切り、千切りじゃねえわ。角切りだ。角切りね、オッケーです。君の手を洗うんだよ。はい、でお次はこちら青唐辛子、ししとうのもっと細い感じだね、うん、なんかかなり辛いらしいから、ちっちゃい子がね食べるってなったら、ね、もしかしたら入れない方がいいのかもしれないね。すごい匂い、なんかししとうの匂いがするよね。でまあ今回ちょっとね2本にしときます、とりあえず、はい、怖いんでね。え、なんかもうちょっと細かく切った方がいいかな。そうだね、ちょっと熱いね。でも輪っかにしたら完全に赤唐辛子と変わんない、うん、もうだ色だけどね。あー怖い、どれくらい辛いんだ。でもなんか辛い方がなんか食欲増進、食欲増進ね、増進プラスあれだよね、体がポカポカするから。そうだね、冬とかにはいいかもね、うん、ちょうど、まあ、女の子とか好きな子多いじゃん、うん、まあこんなもんでいいかな。いいですね。じゃあ青唐辛子はまあこんな感じで、はい、で最後こちらイタリアンパセリですね。なんかもうあんまりこんな風に見たことない、ね、あのもともとなんかさ粉末になってるんだってよく見るけどさ、やっぱいいね、こういう風にちょっと手作り感、ね、あ、でもすっごい匂う、あれっすよ、すっごいよ、わかんない今匂い、わからない、カメラ撮ってるからかな。ちょっとほら、あ、ほんまや、すごくない、完全にパセリや、すごいね。うん、でまあまあこんな、おっとっとっと、これを普通にまあ、うん、もっとちょっと細かくね。あーすごい、めっちゃ匂ってきた。こんなもんかな。これがね、香りの決め手になるわけですよ。せやね、はい、パセリってすげえなんか栄養素あるっていうしね。うん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 。まあじゃあこんな感じでパセリも刻んでおきます。はい、ではね、ソーセージが茹で上がったのでこいつを調理していきます。はい、これはうまそう。こいつはもう普通にね、おお、トゥルンってする。あー裂けた、もううまそう。いいね。で、まあこれは普通に
可愛いなんか。熱い熱いよ。ね、あとはもう。熱い。ちょっと冷めてからの方がいいかもしれない。なるほどね。熱い熱いよ。これも角切りみたいな感じに切ってくるんだね。そう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 。でこんな感じで全部じゃあソーセージ全部こういう風に切っていきたいと思います。ほい。ではこちらソーセージ切り終わったので、こちら味付けしていきたいと思います。味付けっていうのはまず油オリーブオイルですね。はい。炒めていくんです。そうそうそう。オリーブオイルに玉ねぎ。これ千切りにした玉ねぎですね。はい。とみじん切り。そうだみじん切り。とさっきの青唐辛子。はいはいはい。もうこれで辛いよ。ちょっと辛みのあるね。スパイスの効いたスパイスいいね。いいねいいね。わすごいいい匂いする。ちょっとじゃあ空気圏をちょっと通して音が入るかもしれない。はい。この後またオーブンで焼くからね。うんうん。はい。まあ一通りね、こういうふうに火が通ったかなぐらいで。はい。ソーセージ。お、全部入れたらまずいから、俺。さすがに。いや、入れちゃおう。うわぁ、美味しそう。これでなんか、これだけで食べれそうだよね。だからパスタにしても美味しそうだよね。うん。確かに。でこれをちょっとね、もうちょっと炒めていきたいと思います。はーい。じゃあね、うまそう。はい、もう適度に炒まったので、はい、先ほどのもう間違いないからトマトのみじん切りですね。角切りじゃなくて、あこれを追加追加何々切りを全部間違える。まあ、こんな切り方よ。あーいいねいいね、美味しそう、はい、でトマトを入れたらこちらに塩コショウですね。はい、塩コショウしない料理って逆にあるのっていうぐらい塩コショウ便利だよね。ね、はい、よし。あ、もうめっちゃうまそうじゃん。これ出来上がりなんじゃない。こちゃこれで完成だよ。これで完成でうまいよね。これで絶対うまい。でこれに先ほど、うん、ちょっとみじん切りにした、うん、イタリアンパセリ。おお、ここで使うんだ。ここでも使うかも。あ、ここでもなんだ。へえ。ちょっともうちょっとだね。はい、やっぱこれ入れるだけでね、香りもね、香りも出るし、ね、で、はい、でこれをね、もうちょっと炒めて、あ、もう香りがさっぱりしてるね、うん、これでソーセージの部分は完成です。はい。ではね、お次こちら茹で上がったじゃがいもですね。はい、入れました。はい。そして最近出番の多いこの子、マッシャーくん。マッシャーくんで、ちょっとこういう風にマッシュしていくのね。マッシュしていきます。マッシュってどういう意味なの。つぶこういう、あ、つぶす、うん、普通だった、ごめん。うわ、これなんかわかる、出店でさ、なんだっけ、ジャガバターあるじゃん、うんうん、あれ思い出すんだよね。すごい好きなんだよね。今度芋餅とか作りたいね。うわ、もう普通にマッシュポテトのベーコン入れたやつ食べた。で、まあこんな感じで、はい、マッシュ適当にマッシュしたら、はい、こちらにこの子に置いて設置してあったとバターですね。はい、バターと、はいはい、牛乳。へえ。これはまあちょっと滑らかになる感じで、よいしょ。でここに塩コショウですね。またわ、すごいいい匂いがする。でこいつをちょっと滑らかになるまで混ぜ混ぜしていきます。はい。ではなんか適当にマスター入れてたんですけど、ちょっと私忘れてました。こちらすりおろしの玉ねぎですね。はい、よく忘れるね、ものを。こちらも一緒に入れていきます。はい。あと今すごい悲しいことが起きてるんだけど。なになに。さっきちゃんとね、手を洗ったはずだったのに、うん、その青唐辛子とか触った後、うん、目の上、うん、眉毛の部分触ったらなんかすっげーヒリヒリするの今。やべえよ。青唐辛子触った際は目に触れないように皆さん気をつけてください、ね。そうそうそう、粘膜部分には絶対触れちゃダメ。はい、はい、まあこんな感じで。わあ、もううまいね、これ。これ絶対美味しいですね、これ。はい、でこちらマッシュポテト完成なので、はい、あとはオーブンで焼くためにまず盛り付けていきたいと思います。はい。ではやっていきたいと思います。マッシュさんをまず下に敷き詰めていきます。ほう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 。このオーブンで焼くっていうだけでもう美味しいっていうのがわかる。わかるよね。わかる。わかる。マッシュポテトってあんまり家で作んないじゃん、うん、なんか作ってもさ、ポテトサラダぐらいじゃん、うんうん、
じゃさっきちょっと、まあ、つまみ食いしたよね、うん、めっちゃうまかったでしかもさ、意外となんかこうやって料理をその工程見てみたら簡単だからさ、そうだよ、簡単だよ、自分でも作ろうかなぐらいにちょっと思ったけど、まあやんないけど、まあやんないだろうね、やんないけどこれね、楽しいんだよね、料理がね、好きだよね、本当に。はい、で、まあマッシュポテトこちら引いた、はい、引いたら、はい、先ほどのソーセージですねソーセージくんを敷き詰めていきます。わわわわ、これはやばい、よいしょ。あ、でもちょうど良さそうだね、量も。たださっきのあれを切っただけなのでこんだけヒリヒリするってことは、うん、きっとこのソーセージはカレーっていうことは分かってる。唐辛子ね。あ、唐辛子がカレーってことでしょ。あ、じゃあこの何これ、あ、ソーセージのもね、あ、なるほどね、いい感じの辛さなんだろうなっていうのは分かったから、はい、いいね、うまそうだね。 OK、 いい感じ。はい、じゃあこんな感じでソーセージ3引き詰めたので、はい、お次はみんな大好きモッツァレラチーズ。これもうやばいじゃん、チーズ入るんだ。チーズだけでうまいよね。モッツァレラレラレラを、うん、まあ普通にね。あー、すごい固まってる。よしよしよし、これ最後また上にもかけるから、あ、マッシュをね、うん、あんまりね盛りすぎたら高さが足らなくなっちゃうやつ、ね、そうそうそう。はい、でチーズ入れたら最後また残りのマッシュを。で俺一回さ、早見もこみちさんがさやってるみたいな、どこの家庭にもあるみたいなくだりをやってほしかった。どこの家庭にもある青唐辛子を使ってみたいなこの前さ、そう、俺今度買おうと思ったんだけど、うん、とうとうアーティチョークを見つけたんだよだからどこの家庭にでもあるアーティチョークを使って今度何かしら料理を作りたいんだよね。今ね、ちょうどそのアーティチョークを使ってね、あのジャンプで直撃の層まで、うん、使われているんだよ。へえ。なんかアーティチョークを食べたら、うん、なんかなんだっけ、あの物質的なやつ、甘みをより強く感じるらしいんだよ、その後の食べたものが。なんかそういう風な食べ方があるみたいよ。はいはいはい、なるほどね。そうそうそう、 OK。 で、まあモリモリになったこちらを鳴らしていきます、最後。そうだね、じゃがいもが、昔はさ、野菜かなと思ったけど単純に炭水化物だもんね。そうそう、米みたいなもんだからね。そうそうそう、米よりも米かもしれないっていうぐらい多分カロリーなんじゃないかな。うん、だからほら、アメリカの方ってなんか野菜代わりにポテトを食べちゃってるでしょ。そう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 。はい、で、そしたら最後にもう一回残った、あ、モッツァレラレラレラ、真ん中なんなくなっちゃった、こっちは位置が、ほら、ごめんなさい、こうね、はい、でここにもうさっきの残りのモッツァレラを、うわ、これやばいな、これ。ちょっとまあ、ちょっと散らすから最初にバーッと乗せちゃうね。はい、モッツァレラで、イタリアンパセリ。あー、なるほどね、うん、いや、彩りもいいですね。いいですよ。で、はい、これはね、最後あのお店の人にね、これ美味しいよって言われた、そう、おすすめされたね、めっちゃ、パルミジャーノの粉チーズ、パルミジャーノレッジャーノチーズですね。いやもうそれ、どこのここご家庭にもある。そう、どの家庭にもあるこっちの普通のこの粉チーズも多分パルメザンなんだけど、うん、パルメザンじゃない、これパルミジャーノレッジャーノだから、映ってないよこれ ね、 これね、まあちょっとサイズ感がおかしいんだけど、はい、これのちょっと高かったね、これでも確かに、うん、高かった。でこいつの最後ね、はい、 いやこれがね、またね、味の決め手になるから、この部分がちゃんと焦げてしかも美味しいんだよね。 OK、 はい、で、こちらをオーブン、200度に熱したオーブンで、はい、20分、はい、入れていきたいと思います。200度に予熱が完了したので、さっき20分って言っちゃったんですけど、30分ですね。はい、こちらに、おお、やばこいつを入れて、おお、怖い、よいしょ。で、30分間スタート。で、こちらで焼いていきたいと思います。はい、ということで出来上がりをお楽しみに。まあ、衣装チェンジしてるさっきの暑かったからということで、うん、焼き上がったので、うん、開けてみますよ。はい、オープン。暗いね。ちょっとさあ、どんな感じかな。引きずり出すね、引きずり出すいくよ。はい、うわ、やば、これはやばいでしょ。ちょっとあのコメントで、インサートもちょっとお願いしますってあったら、ちょっとアップ目のね、こんな感じですよ、皆さん。これは最高です。
ということでね、じゃあ実際に食してみたいと思いまーす。はい、はい、早速食べていきたいと思うんですけども、はい、ちょっと熱くて持てないんでこうはできないんだけどもさっきのあれでね、そうですね、アップでインサートで、はい、あんな感じで感じです。ポテじゃがいもとソーセージのオーブン焼き、うんうん、あ、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。お、じゃあ実食で、実食ってのだ、実際食べてみようかなと思います。これでとよそんの、それでとりあえずすくおうか。はい、了解です。どういうふうにする、どうやってやるの。あ、いや、わかんない、俺それ。じゃあもう普通にじゃあちょっと、うん、やってみて、取っていい。うん、あ、もう、うわ、やば、チーズが、あ、やばい、ラザニアみたいな感じかな。いいじゃん、いいよ、全然これもうさ、うわ、すごっ、やばいやばい、これこの状態でいい音するね、グオーっつって。これ飲もうかな、じゃあ。はい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 、これですよ。あ、垂れそう垂れそう垂れそう。お芋様が、お芋様が、マッシュが、はい、やばいこのやっぱ焦げた感じのチーズがやばい。いいじゃん、これ同じやつ使っていい。いいよ、よいしょ。あ、待って、切れない、こっちが結構こんがりいってるからね。ちょっと待って待って待って、とってもクリーミーよ。いや、これやばい、ちょっと待って、本当に絶対うめえじゃん。 OK? OK です。やばいやばい、これはやばいって。こんな感じわかるかな。はい、こんな感じです。じゃあね、ちょっと、はい、実際食べてみたいと思います。はい、ではでは、いただきます。いい、食べてみて、ちょっと食べて、いただきます。はい、ちょっとこうちゃんがまず感想をね、作った本人からの、いただきます。これ絶対うまいと思う。でも熱々、うまい。え、でもね、うん、なんて言えばいいんだろう、ちょっと食べて、うん、グラタンっぽいよ、やっぱじゃがいもがメインだからさ、うん、あ、うまっ。あ、やっぱり、青唐辛子入れて絶対正解で、さっきあの動画で入れてるぐらいの量だったら子供でも大丈夫だ。全然大丈夫だね。ちょっとね、ピリッとしてて、で、そのピリッとのおかげで味に深みが出てるから、締まってるよね、すごい美味しい。あ、これやばいね、こうちゃん、パーティーで盛り上がるの間違いなしだよ。間違いないし、あのソーセージがうまいわ。うまいね、これは。本当おすすめです、これ、うん、しかもまあ、あんまりね、料理しない人でもそんなに難しくないと思います、これだったら、うんうんうん、あ、でね、今2種類ソーセージ入れてるんだけど、うん、ちゃんと味の違いもある。うんうんうん、あの白っぽいやつ、結構香草が入ってるやつ、うんうんうん、は本当になんかもうすごい、あのままの味、香草でちょっとあっさり、うん、さっぱりしてる。でも、あの元々のあれガーリックの方なんだけど、うんうん、あ、じゃあもうガッツリ肉って感じの、うん、ソーセージって感じでめっちゃ美味しい。ちょっと楽しみにしたこのチーズのも食べていいこと。ええよ、もうそこでしょ。どう？もう間違いない。うわ、うまっ。ちょっと俺もこのチーズいっていい？俺なんかもうね、この上の部分だけベロンって食べたいぐらいのレベルでめっちゃうまい。ドリアのそこ一番うまいもん、ね。うまい。こっち、じゃあ俺もちょっとこのチーズの部分で、ね、いただきます。ね、うまっ。これはね、ほんとね、量はね、自分のね、具材の好きな部分を多く入れてあげて十分だと思います。だから僕たちほんとソーセージとか肉が好きなんで、お肉いっぱいなんですけど、うん、お肉いっぱいでも美味しいし、トマトいっぱいでも美味しいし、そうだね、それによってちょっと味が変わって、いろんなね、味の幅作れると思います。で、チーズが好きな方だったらもっとチーズ入れても全然いいと思うぐらい美味しいです。特にあの真ん中に挟むチーズの量もっと増やしていいかもしれないね、うん。ちょっと俺辛いのが好きなんで、ちょっとタバスコ失礼します。うん、合う。あ、うまっ。食べやすい。そしてめっちゃうまくない？めちゃくちゃうまい。これは幸せ。本当に美味しい、うん。珍しく俺の方が早めに完食しちゃったっていう。あ、そうかね。あ、そっか、俺暑いんで大丈夫だからね。めっちゃ美味しい。ちょっとこれはぜひ作ってほしい、うん。いいですか、閉めてしまって。じゃあ、ちょっと最後ここで食べさせて。あ、了解。この一番美味しい。いいよ、いいよ、いいよ。これ一番美味しい部分。そこは重要だからね。
いやー今回は本当大成功。うまい。でこんだけの量あればね、みんなでね、シェアしていくらでも食べれるんで、うん、はい、大人数でね、パーティー、特にハロウィンも近いんで、ね、その時にぜひ、ね、作ってもらいたいです。そう、作ってもらいたい。作ってもらいたい、うん、はい、ということで本日は何ですか、名前忘れちゃいました僕。本日はじゃがいもとソーセージのオーブン焼き、うん、はい、でございました。ぜひぜひ皆さん作ってみてください、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。またね、バイバイ。